エディオンピースウィング広島の前に来ました。こうやってここに立ってみると大きいな、そして何よりピッカピカ。いよいよ来週木曜日に開業する新サッカースタジアム、エディオンピースウィング広島。スタジアムの周辺を私吉弘が歩いてリポート。新たな発見も。新サッカースタジアムの南側、城南通りを歩いてみます。あ、ここで駐車場の今表示出てますけれども、車両が今満車になってますが、満車になっちゃうと車入れないんですけれども、なんか4つ満だと縁起良さそうですね。そんな気がします。スタジアムかなり近づいてきたんですけれども、1階部分になるんですかね、紫色で囲われて何かがもうすぐできると、カミングスーンって書いてある気がします。はい、遊歩道がこれゲートパークプラザの方につながってるんですけども、この遊歩道も完成しているということで、まあ、試合の日などはおそらくここをね、大勢の人が渡っていくんじゃないかなと思いますね。あ、ここ駐輪場になってます。雨が降ってもこれ濡れませんよね。駐輪場は無料でおよそ1000台分を設けているそうです。城南通りに面したところから河川敷の方に歩いてみようと思います。ここ、まあ、見ていただいても分かるように舗装が新しいんですよ。まだアスファルトの香りします。あ、バス停みたいなポールが立ってますよ。あ、だだだ、ここあれあれ、あ、バス停っぽくないですか。しかもこうどうする、寄ったら紫色、ポールの部分紫じゃないですか。シートの下にサンフレカラーの紫色がどうでしょう、見えますよね。ここはバス停、陽光台団地から神谷町、県庁前の路線を新サッカースタジアムの西側ロータリーまで伸ばすそうです。サッカースタジアムの駐車場を使用できるのは関係者のみとなっていますが、全国でも稀な街中スタジアムの周辺ではJR やアストラムライン、路線バスや路面電車など多くの公共交通を利用することができます。何を使って行かれますか。路面ですかね。お住まいどのあたりですか。お住まい井の口です。あ、じゃあ西区の方から路面電車に乗って。そうですね。何で行かれますか。バスかアストラムラインですかね。あ、何で行かれますか。電車ですか。JR で。 JR、はい。広島市は来場者の8割がサッカースタジアムの南側から訪れると見込んでいます。路面電車の原爆ドーム前電停、そしてバス停もあります。ここから何分で新サッカースタジアムまで行けるのか測ってみたいと思います。それではスタート。始まりました。行ってみましょう。ゲートパーク入ってきました。まあ、ご覧いただいて分かるように飲食店などもありますから、ここで食事をとって向かうなんていうことも選択肢の一つに挙げられるかもしれません。みんな大好きスターバックス、はい、ここでね、一杯コーヒーを飲んでスタジアムに向かうもよし、大きくドーンとサッカースタジアム見えております。はい、ではじゃあ何分になったのか止めます。5分18秒。まあ、結構喋りながら周りの、ね、ことも触れながら行ったので、まあ、大体5分ぐらい、まあ、4分から5分ぐらいでたどり着けるんじゃないかなと思います。いろいろ周りを歩いてみたんですけれども、ああもう完成間近といいますか、完成してて周りがまたさらにどんどん進んでいくんだなということを感じましたけれども、このサッカースタジアム、やっぱり街のど真ん中にあるのでいろんな行き方があるんですよね。 JR を使えば横側からも歩いていけますし、新白島駅からも歩いていける、うん、アストラムライン城北駅からも行けますし、まあ、県庁前で降りても正直歩いても全然遠くはないかな、うん、で私今日ここから歩いたんですけれども、広島電鉄の駅から歩いてもまあ5分ちょっとということで、はいはい、どうでしょう、広島市とかはですね、この南側の方からまあ8割ぐらいの方がこうサッカースタジアムに向かっていくんじゃないかということなんですが、うん、上村さん、はい、
実際に今 VTR も見てみてどう感じました、うんうん、いろんな行き方があって迷うんですけど、うん、私は海田方面からなので、JR かバスになるかなとは思いました。そうですか、うんうん、まあ、そのバスの路線によってはこうスタジアムまで乗り入れるものもありますし、まあ、バスセンターの方からね、はい、降りて歩いていくこともできるのかなとも思うんですけれども、このエディオンピースウィング広島、やっぱり何度も言いますが、うん、街の中心部、はい、街中にあるのでいろいろとこう騒音対策であったりとか、やっぱり混雑というところにも力を入れているんですよね、うん、まあ、一つがこちら、駐車場もなくタクシーも敷地内には入れないということで、うん、公共交通機関の利用を推奨している、うん、上村さん言われましたけれども、はい、上村さんバスか、まあ、電車かな、うん、私あの浅南区の方に住んでてバスで行くことになると思うので、私この辺りで降りて歩いていくかなっていうようなことも考えているんですね、うん、あとはですね、サポーター関連もこれまでの浅南区にあったエディオンスタジアムとは変わっていて、出待ち禁止です、はい、皆さんでバスを迎え入れるなんていうようなことはできません。で、混雑の回避や騒音対策のため、鳴り物関連はサポーターのグループと一緒にですね、ルールにのっとって騒音対策を行っていくとしているんです。いろんなものがもう完成していたり、これからもうあとちょっとで完成したりということで、もう試合は間近に迫ってきているんですけども。